レベル上げはな、どうしようかなと見ても面白くないですよね。なんかあった時だけ見せることにしてカットかな。バラック。わかったよ。これものすごい悪質だな。かあ。ガリアンプリスト。ダメだダメだ。おい奇妙な職、ダメだって。おいおぼろな姿。ちょっと。なにこれめちゃくちゃ強そうじゃん。いや、無理だって、こんなの。やばいって。いや、アナコンダなんか、締め殺される。え、何してんの？あかん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 。やるしかないか。大丈夫？回復させよう。あ、寝るの忘れてた。最悪。弱いのかな、こいつ。あ、こいつ弱いかも。いや、意外と強い。大きな蛇は死んだ。いや、レナードが死ぬ。死ぬ。いけません。全く歯が立ちません。どうすんのこれ。これ知らない人のために、まあ、このゲーム知らない人はね、こんな動画見てるわけないと思うんですけど、知らない人のために説明すると、馬小屋に泊まると、ただだけど、MP だけ回復するんですよ。で、MP を回復させて、呪文で、HP を回復させて、行くと。そういう上等手段なんですね、これ。お金が全く足りないので、普通にやってたら。姑息なように見えるんですが、これをやらないともう無理というね。はっきり言って無理です。はい。で、ヘルベルト回復したよね。OK。一回しか使えないんだな。きっついな。よし、行こう。レッツゴー。どうしようかな、これ。おい、やめてくれ。撤収。これ進まないよ。マジか。これなんか前作のキャラをターボファイルで映すの前提で作られてる。そんなことないですよね。マジですか、これ。思った以上にきついぞ。だって前作は、まだあれだもん。最初、コボルドとかさ、そういうのだったら倒せましたもん。私の記憶が確かならば。全然倒せないもんね。ほんと面白みがなくて申し訳ないんですけども、ちょっとね、慎重にいかないと、本当にどうしようもないゲームなんで、もう一回宿に行きの、だんだん操作がね、最適化されていくんで、待っててください。マジで。この辺でちょっと戦って。よし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 。よしよしよし、チャンス。海賊？海賊って。ここ迷宮ですよ。海じゃないんですよ。海賊？で、ちなみにこの、あ、弱い。海賊死んだ。弱い、弱い。よしよし。ガリアンレイダー。先制攻撃の時はですね、魔法が使えないんですよ。あ、弱いぞ、こいつ。やったやったあれ？なんでかっていうと、まあ、
公式には明らかになってないのかな、わかんない。よし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 、あ、意外と経験値もらえる、いいじゃないか、いいじゃないか。急に戦いになったので呪文を詠唱する時間がないと、そんな間もなく襲われてますよみたいな、もしくは戦闘態勢入ってますよっていう解釈らしいんですけども、どうなんでしょうね。面白いですね、そういうのね。あれ、あ、ここは壁だな。あ、本当だ。今の戦闘を10回も繰り返せば、まあなんとかねレベルが上がるでしょうという。ちょっとチキンで申し訳ないんですけどもね。うん、勘弁してください。うん、やめて。ポルターガイスト？ポルターガイストって。ポルターガイストがなんで噛んでくんだよ。どうなってんだよ、これ。ポルターガイストってだって、物がガタガタ動いてするやつでしょ？なんでポルターガイスト噛んでくんだよ。こいつも意外と弱いぞ。ポルターガイストって寝るの？よしよしよし、いけるいける、弱いぞこいつ。よーしよ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 し、うん、でも一回でもね魔法使ったらもう速攻回復しに行きます。でなんか宿に泊まると年を取っていくんですよね。なんで、魔法使いとかが優先してこう、年を取っていきがち。ってことでいいんですよね、多分ね。マニアの皆さん。このね、扉をくぐった時っていうのが、敵が出やすいっぽいんですよね。前回の、ワンの時も、実感してたんですけど。特定の扉をくぐった時にやたら出る。さっきここくぐった時めっちゃ出ましたよね。出ないな。なんだね、バラックって。こうなんか、こう適当にこうやってると。あ、ちょっと待って、これ帰れなくなる。危ない。方向感覚失ったら終わりだ。アホなことやってる場合じゃない。よし、来た。ジャイアントスラグ。こいつは雑魚でしょ。はいはいはい。オッケーオッケー。ああ、なんかちょっと気持ちが落ち着いてきたな。さっきまで運がなかったな、多分な。めちゃくちゃ運がなかったな。あんまり探索の幅を広げすぎると、帰ってこれないんですよね。で、死ぬんですよ。なので、本当にこの安全な範囲でちょっと歩き回ってレベルを上げるしかないかなと。意外とエンカウント率低いんですよね。その辺がなんか、うん。誰だ？強いな。これはいけません。で、このゲームの鉄則として、絶対に無理をしないというのを前作で私は学びました。無理をしたら死にます。とりあえず しばらくはこの繰り返しなんでね。おっと、オッケー、海賊、ナイス海賊、ありがとう。逃げんなよ、おい。海賊じゃないじゃん。なんだよ、ゾンビかなこれ。何ガリアンって。あ、弱い。よし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 。よし、アナゴンダ。ナイスアナゴンダ。所詮ね、動物ですよ。いいよ。いいよいいよ。来た！ピッカルのデモン。知らねえよ。ちょっと待て。調べるだった。ガス爆弾。はい。ちょっと待ってくれ。
コブのついた杖。まだ未熟だってことだね。よし、最後。よし、来た。よし、来い。まだき、うわあ。無理だね。無理無理。よし、ドロドロしたもの。スライムかな？カモンスライム。強い。強いじゃん。めっちゃ強いじゃん。何？え、すげえ強いんだけど。あ、死んだ。おい、ジャイアントスラーか。びっくりした。体力異常にあったな。よし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 。あ、結構経験値くれるな。嬉しいね。ああ、だんだん、恐怖がだんだん薄れてきたというか、薄れちゃいけないんだけど、やり方がこう、ね、パターン化されてきたね。よし、海賊、ナイス。海賊、引っかいてくる。噛みついたり。海賊は死んだ。ナイス。ロリーンバック攻撃しないでくれよ。よし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 。誰だったか分かんなかったね。毒針。なんでよ。そんな下手だったっけ？薬。でね、そうそう、あのさっきコブのついた杖っていうのを手に入れたんですけど、あれです、安易に装備しちゃいけないんです。なぜかというと呪われている可能性がある。うん、なんか鑑定しなきゃいけないんですよね。鑑定できるかな。あと210、もう少しですね。よかったよかった。で、経験値が溜まった状態で宿に泊まるとレベルがアップするという仕組みですね。変わってなければね。変わってるはずがないと思いますので、おそらくそれでいいと思います。 OK。 鑑定ってどうやってね、ボルタク商店できたんだっけな。うん、ただしね、お金かかるんですよ結構。そこまでして鑑定するほどのものかっていう疑問がある。あれ、盗賊って鑑定できなかったっけ？なんかできた気がするな。ちょっと待ってね。できたよね。どうしよう。とりあえずキャンプで。で、調べる。リッカルド。鑑定する。ない。ないか。そっか。あれ？できたような気がするんだけどな。気のせいだったか。残念だな。ちょっと待って、説明書見ます。3の説明書なんですけど見てみますね。外すのが得意です。鑑定ができるなんて書いてないですね。誰だっけ鑑定できるの。誰かできた気がするんだよな。あ、あった、ビショップだ。ビショップ。ビショップ、あ、ビショップか。で、思い出した。じゃあね、ちょっとごめんなさい。ちょっと戻ります。酒場じゃなくて、訓練場に行って、ビショップを作るんですよ。もう、あでいいんです。ね。で、ビショップになるにはどうしたらいいんだ？ビショップは前科枠だけで、12順、知恵と信仰心が欲しいわけですね。なので、知恵と信仰心の高い種族。エルフですね。エルフで、善にして。あ、できました。よし。あと、じゃあ、運を良くしとこうか。12か。OK。ビショップ。あ、間違えた。もうアホですね。こういう人あれにしようか、倉庫にしようか。
んでボーナスこれか、ちょっと腹立つなこれ。尺だな、運の良さによって鑑定の失敗とかありそうな気がするんだよな。ちょっとだけ作っていいですか、すいません。よし、まあいいでしょう。うん、ビショップで名前を変える。お前の名前は倉庫だ。で、これで酒場に行って仲間に倉庫とリッカルドいるじゃないですか。で、リッカルドが倉庫に薬とを渡すんですね。で、倉庫が鑑定するんです。あ、これもダンジョンに入んなきゃできなかったかな。調べる倉庫。できた！識別する。頑張れー。よし、頑張れー。頑張れー。ずーっとやってるとね、あ、できた、できた、ほら。ね。諦めないでずーっとやるんですよ。よーし。ちょっと上手くなったね、君ね。お、ビショップは最初から4回も魔法が使える。ほう、そういうのもあるのか。何にもないじゃん。うわ、すげえいっぱい覚えてる。魔法使いのビショップの方がいいんじゃないかなっていう気もしますね。まあいいや。で、リッカルドにもう一度渡しますと。すいませんね、めんどくさくて。で、これで訓練場。OK。じゃあ行こうか。あって、その前に、ボルタクショートに、メイスだから、まあいいや、免許入ろう。ああ、わあえー、渡す。ヘルベルトに渡す、メイス。で、ヘルベルトは、装備するんですね。できないじゃん。あ、これ僧侶か。なるほどね。メイスだから、そっか。